さてまずは洋楽1976年の曲ですね、はい、僕が13歳70年代に大活躍したシンガーソングライター今日はエリック・カルメン。知ってますかケコちゃんはい聞いたことありますエリック・カルメンですよ、えー、この曲はですねピアニストの塩野谷悟ると僕がやっているソルトシュガーのライブでもやったんですけれどもね まあ、塩野嶺悟ご存知ない方も、ね、いらっしゃると思いますけどもこの番組から初めて僕の声を聞いた方なんかはね、えー、NHK の「紅白」とかで「綾香の後ろでピアノ弾いてたりとか、はい、これなんでしょうかという NHK のテレビ番組でですね、えーえー、毎日流れている曲を作曲とかアレンジしてたりとかですね活躍中のピアニストコンポーザーアレンジャーでございますけども、はい、でこれからかける曲をやった時っていうのは クラシックとポップスの相関図的な感じでこの曲を取り上げたんですねへ<ー>ポップスの曲にクラシックの要素をですねそのまんま取り入れてやるっていうのは昔からよくあることなんですよ。はい、でビリー・ジョエルの「ThisNight」っていう曲にはですね、えー、ベートーベンの曲のフレーズサビそのまま使ったりとかね<ー>あと一番有名なのはほら平原綾香さんの「ジュピターあー、そうですねね。 えーまあ、そういうようなクラシックの曲を取り入れたあポップスっていうのはですねたくさんあるんですけど、まあ、ジャズでもあるんですけども、はい、このエリック・カルミのこの曲<っ>セルゲイ・ラフマニノフっていう人の、はい、ピアノ協奏曲第2番「破綻調作品18番「第2楽章」これのです、ね、今圭子ちゃんの顔がきょとんとしてますが <laughs> 題名言われても思い浮かばないですよね、えー、なかなかね <laughs> ここのね第2楽章の部分を、はい、感想にそのまんま入れてるんですよ。えー でねこの曲大ヒットしたもんだから、はい、この曲でラフマニノフっていう人を知った人もいっぱいいたんですね、えー、そしてこの曲からクラシックのファンになっていた人もいっぱいいたんですよ<ー>、うん、この曲もたくさんカバーされてるんですけども、はい、有名なのはねセリーヌ・ディオンがねデビッド・ホー,スターのプロデュースでリメイクしてますね、えー、デビッスターもクラシックオタクですからこれやった時はさぞ楽しかったんじゃないかなと思いますけどもねちなみにね おそらく、ね、このアプローチに感化された当時のオフコースが、はい、まだ2人の頃ですけども「ソングイズラブというアルバムの「冬が来る前に」という曲でラグマニノフの曲じゃないんですけども、えーうん、そういうクラシカルな感想をこう入れて壮大なアレンジのアプローチをそのまま取り入れてるんですよ。えーえー、今おそらく後ろで流れていると思うんですけども、まあ、その頃はまだオフコースは全然売れてない時でしたからね。 えー、そのことを知らない人も多いんじゃないかなと思いますけどもこのアルバムの中の「一人で生きてゆければ」という曲はオフコースの中でも三本指に入る僕は名曲だと思ってるんですよそれソルトシュガーでもね僕レコーディングしまして、はい、でオフコーストリビュートのアルバムの中でもひときわ際立ったマニアックさを放っておりましてですね, <laughs> ですね <laughs> みんな普通のさよならとか <laughs> イエスのとかなのに、はい、なんだこれはみたいな感じで <laughs>。 えーまあ、ラフ・マニノフという人の人生も、ね、ドラマチックですし曲も素晴らしい曲が多いので、ねうん、ぜひウィキペディアなんかでも調べて YouTube でも、ね、いろんなオーケストラがやってるんで聴いてほしいと思うんですが、はい、エリック・カルメンは80年代には作曲家としての活躍があ目立ち始めます。 有名なのは「フットルース」の映画の中でも使われていて、はい、え日本でも「金曜日の妻たちへ」の主題歌にもなりました「はい、Almost p a ス a ラ i s e って曲知ってますよマイク・レノとねハート・ナーン・ウィルソンのジェットの曲、はい、あれの作曲ですよでシングルでも売れましたしアルバムもおバカ売れしましたので<ー>もうこれで人生8回分ぐらい稼いだんじゃないかなというふうに思いますけどもね <laughs> ということでございまして素晴らしい曲ですねエリック・カルメンで All By Myself お送りした曲はエリック・カルメンで All By Myself でしたこちら1976年のビルボード年間ランキングで40位でしたこれでね All By Myself っていう英語のフレーズの意味を知りました僕は中学校の時にすべては自力でっていうフレーズですけどもね、えー、All By Myself うん 「オーバーマンセー,ーってサビの頭でしょ。はい、これ日本語で「すべては自力で」ってこう歌えないもんね。<laughs> メロディーに合わないですしね。でしょう。自分の力で,で。も違うもんね。<laughs> ここなんですよね。とい,ねねということでね言葉と歌の関係っていうのは面白いですね。うんうん、さて、えー、続いては邦楽1976年の邦楽。え 皆さんがよく知っているこの曲ですね。木綿のハンカチ。ああ、大好きです。あの太田宏美さん、このしたったらずの歌い方がね、当時のね、青少年の心をわしずかみですよ。うん、可愛い,いですよね。可愛いらしいです。はい、今もね、もう60歳超えてもラジオとかやってらっしゃるんですが。はい 変わらず可愛らしいですよ喋り方が、ね、数年前に SBS のイベントに来てくださった時に歌ってくださいましたけど、うん、もう可愛い歌声のまんまでしたね、はい、仕草や性格も可愛いでしょそうなんですよ本沸かされてて、ねね、松本隆さんですよねこれね、松田聖子さんの一曲もたくさん書かれておりますけれども<ー>この曲あたりからこういう歌謡ポップに大進出をしていくんですけれども、えー、当時はね こういうい歌謡曲の世界と一線を画して、まあ、J−POP の走り的な、はい、そういうシーンは、ね、洋楽ロックのようにもう深い普遍的なあメッセージこれに満ちてなきゃダメだよっていうような評論や、はいえー、若者たちのお真面目なあポップスロックファンの声が非常に正義としてまかり通ってた時代なんですよね。えーうん えー、そんな中松本隆さんもそういう世界からの仕事のオファーがあった時に「お前そういう曲書くのか?」みたいな感じで言われたりとか、はい、スタンス周りに、ええ、何しろハッピーエンドの作詞ですからねああつながりましたはい、ね、あの日本のロックシーンのね、うん、レジェンドでしょハッピーエンド、ええ、ね作詞もしていたわけですから、はい、そこからいきなり歌謡曲の世界への進出ですから「か日よったか松本」みたいな感じで言う人もいっぱいいたんですよ、ええ でも松本隆さんはいや、はい、それはそれこれはこれでそれぞれの美学があっていい、はい、っていう思いでかっこいい新しいサウンドのポップスに歌謡曲のこの世は歌に連れてきなより親近感のある身近な、はい、え世俗性があってもいいんだよって、えー、ってですね書いたのがこの「モメのハンカチーフで」で<ー>売れたんですよ。売れると周り何も言えなくなっちゃいます。 だからこの辺のヒット曲の流れで松田聖子さんっていうところにもつながっていくんですね。んかっこいいポップス音楽の世界にこういう身近な感じの詩がぴったりと合うよ、はい、それもその世代の人たちに合うような言葉で書くことができるんだっていうのを松本隆さんこう証明していくわけなんですけどもね、えーえー、後に長木純一さんから何かいろんなね当時の j p o p のシティポップスの人たちにもたくさん詩を提供しますけども。 ここれののののつ金がンハカチーフですよ<ー>ちなみにあの僕の知り合いというかとある知り合いでですね、はい、女子を口説こうと思って「この曲デュエットしようよ」っつって「これデュエット曲じゃないでしょじゃないですね。ええ、でもその人なんですが「この曲ねデュエットソングなんだよ」。実は一番は番男の 人の心情で、それに対しての変身的な感じで、二番の歌詞があって。男女がお互い一番二番を歌い合う、本当はデュエット曲としてもいけるんだよ。ってね、口説、ええ、いてですね、ドン引きされてですね。<laughs> 大激沈したんですよね。<laughs> そうですよね。そういう振りは激沈しますよね。そうですよ。はい。しかも、もここまで名前がでかかった。<laughs> ということで、すですね、それでは。 デュエットだとそやつが言い張る <laughs> この一曲太田博美で木綿のハンカチーフお送りした曲は太田博美さんで木綿のハンカチーフでしたこちらの曲はオリコン年間ランキング4位でした4位ってすごいですねすごいですね 1>, 1番女子2番男子でしょ、うん、あ違う1番男子2番女子か恋人よ僕は旅立つだからね1番が男 あ、でもあれ。東へと向かう列車。いいえ、あなただから。あ、そうか。途中で女子が答えるな。女子な気がします。そうそう。ワンコーラスずつの中でアンサーになってるんだ。そうだ、そうだ。曲前の振り、ちょっと間違えましたけれどもね。まあ、どっちにしろ、そいつは間違った振りをしてますよね。<laughs> 女子に対ししてどきたたかったんでしょうけれどもちなみにシングラアクトーキングのメンバーじゃありませんからね <laughs> これだけはちょっと名誉のために言っときたいと思いますけども、はいはい、さあこの時間は僕がセレクトした最新ナンバーですけどもね今日は2018年のグラミーでも話題になりましたビリー・アイリッシュのお兄ちゃん、はい、このお兄ちゃんのねまた音作りのセンスがなかったらビリー・アイリッシュのあのディープでねぶっとくて。 でもかっこいい音の世界っていうのは生まれてないんですよ。えー、家でほとんど撮ってるんですよ。あの兄弟でね。ああそうなんですね。で家にマイク立てて、うん、家でお兄ちゃんがコンピューターの前でいろいろ音を作りながら、最後の TD ってトラックダウンっていう音をこう混ぜ合わせてあのいわゆる作品にする作業だけエンジニアに任せて、はい、それまでは全部二人でやってるんです。 家でしかもそのねダークなあの音作りを作ったとは思えない感じのソロではですね、えー、こういうタイプの曲もやってるっていうことで今日はご紹介したいなと思うんですけども、はい、まあ何しろダーティーな、はい、あなロックチューンから、えー、いわゆるポップ R&B ソウルの爽やかなウェットな世界観まで、えー、いい音楽だったら何でも楽しめるっていうまさに今の時代の若者というような感じが ですね、そのビリー・アイリッシュの作品と今から聴いてもらう曲を聴いてもよくわかるなというふうに思いますけどもね、はいえー、この曲も先日ウィークエンドフィーチャリングダフトパンクの時話した、まあ、今やクラブサウンドで当たり前のサウンド「バンドパスフィルター」覚えてますかフィルターをかける、はいここは <laughs> 音を変化させていくね、はい、特定の周波数のとこだけを強調して他を削ることで電話の音声とか古いラジオの音とかにこう近づけて雰囲気出すんですけどこの曲もね最初そんなサウンドから始まっていきなりいい音に戻った時にかっこいいってなりますから聴いてみてください、はい、じゃあお兄ちゃんフィニアスで Let's Fall in Love for The Night For In お送りした曲は「フィニアス」で「Let's Fall in Love for the Night」でした。 佐藤筑 From Sing like、レコード部屋さあそろそろお別れの時間ですけれども今日のエンディングは Sing Like Talking で2011年リリースのアルバム Empowerment から Through the Night を聴いていただいておりますけれどもこの曲も頭の方でさっきほどじゃないけれどもバンドパスフィルターを少し使ってるんですよ頭の方でちょっとこうボサノバっぽいなんかチープなゆるいなんかこうね ダンスホールでやってるような感じで始まって、うん、もうこの「シング・ナイク・トーキング」6年も7年もアルバム出してない間にこういうような軟弱の曲を作るようになったのかってわざと思わせといていきなり「ノーノーノー」って始まるというそういう演出だったんですけどもね、はい、さっきのあのフィニアスも「エンド・ピック・ミー・アって言った瞬間にうということでございまして <laughs> 今日はいかがでしたか恵子ちゃん。<laughs> あのポップスとクラシックの融合だったりなんかもう本当に今の時代にも生きている音楽っていうのがもうこの時代からね始まってたんだなっていうのを改めて感じましたね。うんうん ねうん、いろんなこうチャレンジをねやっぱりその情熱やチャレンジっていうのがですね、えー、普通のメロディーワークとか詩の世界にもね影響していってより一層こうクリエイティブになっていくのがこれ音楽の面白いところなので、はい、決してこの定番にはまり込まないっていうのが ポップスだからこれみんな聴いてもらわなきゃ楽しんでもらわなきゃだめなんだけれども、うん、だからというとお決まりのものをやっちゃうとみんなつまんないっていう,うここの部分でみんなね何十年も前からこうキヨテラってもう極端なことをやる方がずっと楽ですからねポップスの世界やいろんな音楽の世界ではね聴<ー>、うん、いてもらって楽しいなって思いつつ実はすげえことやってる。 これで一生悩むんですよ我々はね <laughs> ということで <laughs> さあ Sing Like Talking の情報はですね刻々と変化していってまいりますのでぜひともねえ、オフィシャルホームページでチェックしていただきたいなというふうに思います、はい、それでは来週の月曜夜6時にまたお会いしましょうお相手は Sing Like Talking の佐藤直善とレコード係の小川恵子でした